どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんそれぞれの好きな曲がどんどん音楽で自分で楽しめるようになるよう弾けるよということで日々簡単レッスン動画公開しております。今日もモリモリレッスン始めていきますよ。さあ今日のレッスンでは G ラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンではこちらね初めてウクレレを使ってやっていきたいと思います。この初めてウクレレは Amazon でねすぐゲットできますからねぜひちょっとチェックしてみてください。さあ、今日の課題曲はこちらドン。カナリアの酔いどれ知らずボカロ曲です。これはグミでね歌われてるのが原曲ですけど、まあとにかくねいい、もうあのねなちょっと和風なんですよね。ちょっとこうジャポニズムを感じるこの刹那な感じをこのウクレレ一本で完全再現していきますよということでございます。モリモリやっていきましょう。ちょっとご案内の前に11月11日ね、ガズレレの日のというね、大イベントを開催するんですけど、これね、もうチケットはもう売り切れなんですけども、ここの時間帯、10時半から11時半まで、Gラボのウクレレたちをですね、どなたでもお気軽に試奏していただけるポップアップショップがオープンです。これ入場無料でね、参加自由ですから皆さんぜひウクレレ試し弾きにしに来てください。東京渋谷にある東京カルチャーカルチャーという場所でございます。チケットある方は一緒に盛り上がっていきましょう。さあそういうわけで今日レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやりますよ。コードは5個でございます。嬉しい、コード5個なんだけど歌はですね一筋縄ではいかないところではないです。めちゃくちゃ早口なんです。ボカロ曲ですからもうね音程がもうすごいですよ。この辺はしっかり聞き込んでやっていきましょう。後半はかっこいいバージョン、かっこいいバージョンはキレッキレです。そこに歯切れのいいリズムビートをビッチビチに加えていきますから、これは期待しておいてくださいよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけでこれからの人生自分の好きな曲をどんどん自分で生み出すめちゃくちゃ豊かな時間がゲットできますよ。皆さん始めましょうね。はい、じゃあレッスンの方入っていきましょう。カナリアの酔いどれ知らず、まずは初心者向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。めた酔いどれ知ったぞ、争いごとは夜が明けるまでくたびれてはひどく見える、一線の声は声が枯れるまでうっちゃる幸せ、ずっと冷めないであなたの声に時まで屈するタイトで言葉さえなくて体を染めて、そして day day あられあられ all right そう悪くないわ、屈する先まで見る good morning may may 重ね重ね存在そう悪くないわ、酔いどれ知らずの恋が敵だから。歌の声は数知ったず迷い込んだらそこは君の白昼無論の一線を隠して遠を吐けるだけ、いつかの幸せきっと晴れないで、あなたのそばに耳を貸す時まで屈するタイトで言葉さえなくて心を染めて、それは day day 腹で穴で将来そう悪くないわ、屈する私は生きている、 may may 重ね重ね存在そう悪くないわ、酔いどれ知らずの物語、ああデレ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 
らず。いいでしょ。このね、サビのね、デイデイ、ハラレハラレ、ホーライ、そう、悪くない。なんでしょう、この和の感じ。和でなんかこう、お祭りっぽいんだけど、切ないんだよね。なんかこうね、このボカロならではの、キュンとくるあの不思議な感じ。これはもうたまりませんね。はい。これはもう日本ならではですね。この感じっていうのはね。ぜひ、ウクレレ一本で完全再現。しかもこれフルコーラスですからね。全部やったんです。これがまたいい。これができる。しかも入門コード5個です。ゆっくりやりましょう。まずはゆっくり。はい。今、ガズレレの動画見たら分かってもらうと思うと、歌詞とコードが出てますから、それに合わせてウクレレでね、ゆっくり練習してもらって、これさっきも言ったけど、歌うの言葉のタイミングめっちゃ難しいですから、そこはもう聞き込んでね、やってください。1個目のゴール設定しましょう。1個目のゴール設定は、今やったガズさんの簡単アレンジバージョンのガズさんと一緒に演奏できたら、これは素晴らしいと思いますよ。これコードは簡単だけどね、歌がね、なかなかやっぱりね、なかなかですからね。はい。一緒にできるようになった方、おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 動画を一切見ずに、皆さん一人でリズムを満たして、歌を歌って、音楽を満たす。これをやっていただきたいと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはなかなか難しいでしょうから、やっぱり楽譜を見てですね、練習する。まずはね。で、楽譜を見て何回もやってるうちに覚えちゃって、夕日に向かって秋の夜長に月を見ながらこの曲歌うとかすごいいいじゃないですか。ね。そんなのがいいと思うんですけれども、でも楽譜つったってどこにあるのという感じだと思いますが、安心してください。今の演奏はガズさんが、はい、こう手書きで書いている。この、手書きの音楽譜を見て今演奏してみました。すごいビチビチに書いてあります。今日2枚にちょっと渡ってますけどね。はい。ちょっと場所が余ったんでこれね、この絵を描いてみましたけどね、酔いどれ知らず。はい。これもうちょっとしたらね、このカメラに置き写してみんなもこんな風に描いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、このガズクラブっつうのが始まってます。これガズクラブ一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた酔いどれ知らずを含むガズが今まで手書きで書きまくってきたもう山のようなもう1000曲以上ありますからね。中から毎月5曲、あの曲がいいな、この曲やってみたいみたいな感じでお選びいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてガズの手書きの楽譜がダウンロードしてすぐに、活用できますよという画期的なサービスなんですよ。はい。で、このねガズクラブは楽譜のダウンロード毎月5曲以外にもいろんなことがあるんです。毎月2回行われている全世界のガズクラブメンバーの方だけが参加できる大セッション大会ガズオンっていうのを行っていたりですね、あとは、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあって、そこで楽譜の管理とかいろんなことをやり取りできるというようなことがあったりとか、もうすごい。あと皆さんの演奏発表できる場所が、メンバー限定の Facebook ページとかがあってですね、かなりガズクラブ盛り上がってるので、ぜひチェックよろしくお願いします。あとこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学という YouTube メンバーシッププログラムをやってます。メンバーシッププログラムが毎月590円で、毎週2回のライブ配信による超濃厚、これ大学ですからね、かなり高難度なことをやるというか面白いですよ。なんですけど、この大学に入るにはやっぱりガズレレプログラム、初心者プログラムで練習しておいていただいてもらって、16ビートとかぐらいまでは練習した方がより楽しめると思うんで、初心者始めたばっかりの人はガズレレ大学ちょっと早いと思うんですけど、はい、この辺もね概要欄に貼っとくんでね、ぜひ見てください。あともう一個、朝7時半からスタンド FM というところでガズのラジオ配信ガズラジやってます。最近はガズラジの YouTube チャンネルも立ち上がりまして、まあ内容同じなんですけど、毎朝7時半から365日めちゃくちゃ役立ついい話してますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。今言ったこと3点概要欄に貼ってきますんで、見てみてください。それでは楽譜を見ていきましょう。酔いどれ知らず、はい、カナリア1、今日2枚に渡ってますから2って書いてあるよ。はい、見ていきましょう。こんな感じですね。ここ止まるとか、これ止まるっていうのはね結構あれでも、コードはさっき見たけど入門コード5個だけなんで、とはいえ毎回コードが1ブロック2個なんで結構忙しいと思います。しかも歌がもう畳みかけてきますから、歌詞が見てください、これもうビッチビチに入ってますからね。はい、こんな風に写しとくので、皆さんお時間ある方は、この通りに書いていてください。そして今紹介させてもらったガズクラブでこのガズさんの手書きノートをゲットしてもらうのをめちゃくちゃ今日も有効でございます。ガズのノートの特徴はこの言葉のところにこの V マークとか点がこう書いてあるんですね。これがめちゃくちゃリズムのガイドになります。ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。うん、夢が覚めた。うん、酔いどれ知らず。はい。これ、V はね、9分なんですよ。せーの、うん、夢が覚めた。うん、酔いどれ知らず。はい。この C の上に点が書いたら、ここでリズムが変わる、コードが変わるという合図です。これめちゃくちゃわかりやすく参考になると思います。あと、歌詞カードには出てこない、この伸ばすところ、歌詞の伸ばすところ。これはね、このノートならではですよ。はい。ぜひ、ガズクラブに入っていただいて、このね、手書きノートをご活用もおすすめですけど、お時間ある方はこの通りに書いていただくといいと思います。で、ここ B メロなんですけど、見てもらうと、ここ、矢印マーク、これシンコペーションとかで、リズムをちょっとね、かっこいいバージョンでは変化をつけておりますと。OK? はい。
いいですか、一時停止で書いてください。でここサビですね。はい、 OK かな。はい、そしてここ、来るんですけど、ここまで来たらこの間奏が入るんですけど、ここが注目。間奏のね、ここ2拍なんですよね。ここ見てもらうと分かるけど、あのガズのデモ演奏で分かりやすく1、2って言っといたんで、ここはちょっとね、これ変化球で2拍です。はい、ここあーあーって、伸ばして止まるみたいなの、テロップね、合わせて書いておきます。でここから2番の AB メロディでございます。はい、ここが無音になってます。これがねかっこいいんですよ。ここが、これ聞いてもらったら分かります。はい、あとはねコードは一緒で、やっぱ歌詞が変わってくるって感じですね。この早口なんでね、まあとにかくリズム感よく、リズムよくね、ここにストンストンと落としていくのがキーポイントで、ここまで来たら、最後の2番のサビに行って、で最後これエンディングですね。これかける2回です。はい、で最後 Am で終わったということになっております。はい、大丈夫かな。はい、コード見ていきましょう。コードはさっきも言ったけど、コード5個だけだよ、かっこいいバージョン含めて。 C と Am と F と Dm と E7。 今映ってるこの5つのコードはもうガズレレでは超典型。あ、ちょっとこれ見てよ、ほら、せっかく書いてあるんだ、これ。ミュージックビデオに出てるね。酔いどれ知らずのこの漢字、これ、書いてみました。ちょっとスペースが空いちゃったんでね。はい。戻ります。今映ってるこの5個、CAmF、G7、E7 は、これはね、ガズレレではもう超入門コードのね、グループのメンバーなんです。これです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーなんで、これ安心のやつです。このガズレレ必須コードつうのは一体何かというと、初心者さんが一番最初に覚えてもらいたい、10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれない。ないんだけど、一個ずつ見たら超簡単なんですよ。でもいっぺんにね、初心者の人がどっと10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、ガズレレ必須コードの覚えられる動画の URL 貼っとくんで、じっくり見てコード10個覚えちゃってください。これ覚えたら楽しいこともりもりでございます。はい、ここからかっこいいバージョンの解説にどんどん入っていこうと思うんですけど、さっきも言いましたけど、これね、言葉のタイミングがね、もう畳みかけてきますから、あの言葉が。そしてやっぱボカロ曲なんで、このメロディーラインがですね、急に上がったり急に下がったり、こう音程の急降下がもう半端じゃないんです。まあなんでここはですね、そここそがなんかボカロ曲のね、こう、なんつうのが素晴らしいところっていうかね、もうキャラクターだと思うんですけど、まあ自分はある意味、そのグミとかさ、なんかそのボカロだと思って、キュッキュッキュッと音程を上げる練習。これだから歌が上手くなりますよ、ボカロ曲をやると。まあしっかり聞き込んでタイミングよくね。デイ、デイ、ハラレハラレ、ホーライ、そう、悪くないわ、この、悪くないわ、これ難しいですよ。悪くないわ、これ、早いんですから。このとこだってちょっとね、メイ、メイ、重ね重ね、存外、そう、悪くないわ。これ、歌ってみ、このぐらいの速さで。なかなかコントロール難しいですからね。ここが面白いところ。じっくり楽しみながらやってください。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていくぞと。かっこいいバージョンはですね、結構リズムね、こだわりました。今日出てくるリズムはこちら。16ビートのちゃんとカッティングです。このカッティングを入れるか入れないかで迷ったんですけど、やっぱり入れないと原曲のあの怪しげな雰囲気はちょっと出なかったんで、ちょっと今回はガズレレバージョンでカッティング入りをやってみようと思います。ひとまず今映ってるこの弾き方は、概要欄に貼ってあるウクレレのリズムいろいろというところの URL にクリックしてもらうと、それぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされているので、ぜひ見てください。カッティングとかね、最近めちゃくちゃ深めてる動画、撮ってるんでね、この動画ですけど、これもそこにあるんでね、ぜひ見ていただきたいと思うんですけど、どんなリズムかっていうとちょっとやってみましょうか。まずイントロのコード進行、まずねちょっとやってみるんで、みんな唖然としないでください。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、でてけてて、てけてけて、てけて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 て、こんな感じです。なんじゃそりゃって感じです。まず分析しましょう。 F と E7、 だつちゃかだだつちゃかた、こういう感じです。 F つちゃか、 F E7 つちゃか、 E7 F だしつちゃかた、これがですね結構いいんじゃないかなと。これをカッティング入れなかったら、だんだかちゃかたか、だんだかちゃかたか、だんだかちゃかたか、だんだかちゃかちゃ、まずこれでもいいですよ。これは16ビートのこう、なんつうのかな、だんだかちゃかたか、だんだかちゃかた、アイランドビートの跳ねてないやつみたいな、これだと楽だと思います。ちょっとそれで練習してみようか。まずこの F E 7 A マイナー C、 せーの、だんだかちゃかたか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 、だんだか、繰り返します。はい、まずこれがファーストステップ、16ビートのチャです、ただので。ここにカッティングを入れて、ちょっとこのムードを出すと、難しいです。 F タカチャカ、 F E7 チャカチャカ、 E7 Am チャカチャカ、 Am C、 ちょっ
ちょっとまたぐわけですよね。なんかこの感じわかる。超ゆっくりやりますよ。せーの。こんな感じです。これで歌おうってんですから。ちょっともうぶっ飛んでますよね。ほんと。で、ちょっともうちょっとノリよくやってみると、イントロ全部やりますね。じゃあ。でんつってかけて、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 でん。3、はい。こんな感じですね。で、歌歌って A メロ1番いってみましょうか。せーの。夢が覚めた、酔いどれ知ったず。争いことは夜が明けるまで。こんな感じです。今ねちょっとゆっくりやるとねすごい難しく感じるんですけど、そこまできっちりできないんですよ。もうちょっと早いからね。なんでちょっとふんわりした感じでこのニュアンスが出せるといいという感じでいいと思います。ちょっとラフな感じでスピードアップしてやってみましょう。せーの。夢が覚めた、酔いどれ知ったず、争いことは夜が明けるまで。ちょっとだいぶ今ラフにやってますね。このぐらいでも十分そのリズムのね雰囲気が伝わると思うんで、これやってみてください。ちょっとこの A メロの前半のところでコード繰り返して練習してみましょうか。せーの、3、はい。こんな感じです。結構ラフで大丈夫だと思いますけど、一回ダッとダッとダッとこのカッティングで、カッティングですよ。左で止めてるわけ。これが入るとちょっとねメリハリが出る。もしこのカッティングを入れないと、これでもまあかっこいいんですけどね。まあもうちょっと上を目指したいなっていう時には今のカッティングを入れましょう。まずは今やったら16ビート、だんだかチャカタカだんだかちゃんって、これでも十分だと思いますけどね。まあそんな感じでちょっとイメージしておいてください。ほんで、B メロ、うちゃるしあわせでは、このシンコペーションマークを使った16ビートをじゃあかっちょいい感じでやっていこうと思います。やってみます。せーの。うちゃるしあわせ、ずっと冷めないで、あなたのこと。わかる？後ろのコードが前にズコンズコンと食い込んでくるわけですね。ダンツクタカタダンダンダタカタカダンツクタカタ。ここも最初カッティング入れるとかっこいいです。ダンツクタカタダンタスカタカタカダンツクタカタダスタスタタカタカダンタタカタ。できる方はちょっと入れてみてください。入れなくてもかっこいいですよ、ここは。うちゃる幸せ、ずっと冷めないで、あなたの声に。こんな感じで流れるようにね、ここでリズムのちょっとノリを変えるのがかっこいいですよね。二つのリズムだからミックスとなっております。で、体を染めて、ダッ、シンコペーションで止める。体を染め、Aマイナー、ダッ、そして、で、ここからサビ。サビは、さっきのイントロとかAメロとかと一緒に、カッティングを入れていきましょう。デイ、デイ、ラレアラレ、オーライ、そう悪くないわ。くするさっきまでミリグラム。こんな感じ。ダッツ、ダカダカダッ、ダカダカダッ、ダカダカダッ。こんな感じでいきたいなと。もちろんさっきも言ったようにこれ難しかったら、カッティングなしの。デイ、デイ、ラレアラレ、オーライ、そう悪くないわ。こんな感じの、ダンジャカ、タカジャカで、もう全然 OK だと思います。ということで、だからね、16ビートのカッティングを入れなければ、結構、取り組みやすいかなと思ったんで、あえてガズレレのかっこいいバージョンで、あえてガズレレのかっこいいバージョンでカッティング入りのですね、ちょっとね、この届きそうで届かないこの曲のニュアンスをちょっと届けてみたいなというふうに思ったわけでございます。解説としてはまあシンプルなんですけど、やっぱりなんといったって A メロとね、イントロとかサビのカッティング流このフレーズだと思うんですね。このダンツクタカダンダンツクタカダンダンツクタカダンダンツ、これ結構できるとね面白いですよ。一回マノリしちゃうとなかなか楽しめるんですけど、最初ちょっとねやっぱ掴むの時間かかるかも。だからゆっくりつくちゃかダンドンつくちゃかダンダンつくちゃかダンダンつくちゃかダンドンつくちゃかダンドン、このニュアンスぜひとも掴んでいただいて、このね怪しげな酔いどれ知らずカナリアのね世界観をちょっと近づけるようにやってみました。でこの曲もそうなんですけど、やっぱりね
歌も歌詞がもうぎっちり詰まってて、メロディーもそういうすごい乱高下。乱高下って言っちゃあれだけど、すごい音程高くなったり低くなったりね、標高差すごいでしょ。それでやっぱりどうしたって速くなっちゃうんですよ。もう意識がね、リズムキープまで及ばないんで、やっぱなるべくこう、落ち着いて、まあ、とにかくブロックごとでもいいんで練習して、それで最後ギュッとこうまとめるっていうのがいいのかなというふうに思います。で、やっぱりね、このボカロのな、ね、このジャポニズムというか、こう切ない日本のね、なんか和風な感じがね、なんともこう日本人の心をくすぐるっていうか、もうずっと頭流れちゃうんですよ、このメロディーが。はい。皆さんもこれ、ウクレレで弾いたらさらにハマると思いますので、楽しんでやってみましょう。じゃあ、やっていきましょう。カナリアの酔いどる知らずガズレレ流かっこいいバージョン。やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。デン、チテケテテン、チテケテケテン、チテケテン、チテケテン、デ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 ン、夢が覚めた夜よりしたく争い事は夜が明けるまでくたびれた広く見える一線の声は声が枯れるまでうっちゃる幸せずっと染めないであなたの声に耳を貸す時まで屈する態度で言葉さえなくて体を染めてそしてデイデイハラレハラレオーライそう悪くないわ屈する先までミリグルモメイメイ重ね重ねゾンガイそう悪くないわ酔いどれ知らずの恋が敵だからデンチェケデンデンチェケデン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 歌の声は数知ったず迷い込んだらそこは君の歯ねみてきれいアチュルロンド一線を隠して戸を開けるだけいつかの幸せきっと晴れないであなたのそばに耳を貸す時まで屈する態度で言葉さえなくて心を染めてそれはデイデイハラレハラレ将来ゾウ悪くないわ屈する私は生きているメイメイ重ね重ねゾンガイゾウ悪くないわ酔いどれ知らずの物語ああデレ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 あの酔いどれ知らずガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このキレキレのねリズム、あと曲の中でやっぱね強弱がある方がいいよね。イントロと A メロはちょっと抑えめで B メロからちょっとレベルアップしてサビではバーっていくみたいな風にできるといいですけど、それどころじゃないという可能性が大ですけど、歌うだけでも大変ですからね。まずは簡単バージョンで歌をしっかりゲットして掴み取って自分のものにしてかっこいいバージョンに流れていく、こんな感じで楽しんでいきましょう。さっきもお伝えしましたけど11月11日ガズレレの日のイベント、これもチケットソールダウトになってます。皆さんマジありがとうございます。チケット持ってる方めっちゃ楽しんでいきましょう。もうねもうすぐですからね。で、あのチケット取れなかったよという方とか、ジーラボガズレレのウクレレどんなウクレレのか弾いてみたいなという方、さっきも言ったけど10時半から11時半までの1時間は、誰でも無料で、試奏できるポップアップショップのオープンの時間なんですよ。東京でのポップアップショップはかなり久しぶりなんで、ぜひとも皆さんあのお気楽にね、渋谷からすぐの場所なんで東京カルチャーカルチャー、遊びに来てください。あとガズレレのアプリガズレシピに新しい40曲のブロックが追加になっております。このね、あの新しいブロックめちゃくちゃいい曲が満載なんですけど、ちょっとアプリのことについてもちょっとこの後解説していきます。ガズレレではね、アプリを出してるんですよ。ガズレシピというアプリです。このアプリなんですけど、アプリのインストールは無料になってます。中で楽譜がもう何百曲もある清書されてる楽譜でですね、こっちはあのかっこいいバージョンの表記もあるんで、これかなり役立ちますからね。でこのアプリ内はいろいろスクロールができたり、自分がダウンロードした楽譜の管理ができたりとか、すごくいい
ものになってるんですけど、このね楽譜がですね書籍版になってます。はい、こちらです。はい、このガズレシピ書籍版も大好評です。 Amazon とかあと島村ガキさんでもこれゲットできますんでね、チェックの方よろしくお願いします。そしてですねガズレレではねウクレレ以外にも簡単音楽レッスンやってます。ガズピアノ、これ鍵盤楽器ですからね、これねほんとガズレレ楽しんでる方だったらあっという間に鍵盤楽器でも弾き語りができますよというね、ガズが開発したプログラム、ガズこれ本も出てますから、ガズピアノのハニーさんと一緒の表紙なんですけど、ハニーさんも先生役で、はい、ガズピアノという YouTube チャンネルでレッスン動画公開中。あと毎週日曜日はねこのガズレレ YouTube でもギター教室ガズギターもやってますんでね、ギターやってみたい人もモリモリやってみてください。はい、そしてガズレレではいろんなグッズありますよ。まあ G ラボのウクレレとかもそういうのももちろんあるんですけど、それとは別にキャップだとか、今これ着ている T シャツとか、このストラップだとか、ここに売って水引きだとか、こういうのがでもう小物もいっぱいあります。このバナー、ガズレレ公式ホームページのこのバナーのところに行くといろいろ見られるようになってますので、ぜひ皆さん見るだけ見てください。楽しいグッズいろいろ、ポップに行きましょう、ポップに。はい、そんな感じでね、ガズレレではもうあっちからこっちからもういろんなことやって、もう音楽聴くからやるに変えて人生をもう豊かに楽しくしていこうということで活動しています。皆さんどんどん音楽して、音楽仲間もねどんどん増やしていくとですね笑顔がその分増えるんでですね、最高だと思います。はい、そんな感じで今回のガズレレレッスン終わります。またお会いしましょう。楽しく音楽していこう。バイバイ。